なんだっけ、ドラムがなんてやつだっけ、なんか軽音の、そう軽音っていうアニメがありますよね確か。あるえ、あるよねそうあるんだけど、そう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 、その曲のなんだよ、なんかってやつ、なんか英語のやつ、結構かっこいいやつ、なんかこうタン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 のやつ、あーもう分からん、もうその先やから、トゥ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 みたいなそうそうそう、うちもね聞いたことあるけど見たことはないじゃんね。そうやけん、ちょっとただいま頑張り中って感じですけどもね、はい頑張って覚えまーす。そうね、ドラムとかね、まあでも覚えるだけなんでちょっと頑張ります本当にはあ、でもなんかギリギリこの調子だと間に合いそうでよかったね。ギターも頑張ればいけそうじゃないって感じだしはあ、そう発表がね、あのなんて言うんだろう、8月違う9月の4日だからな、結構意外とねかなりないんだよね時間が。そう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 、だからねちょっとどうなんだろうってちょっと感じでもあるんですけど、やばい今日ツイッターさ、やつぶやいとらんよな、ほうちゃん、やばちょっとそれはあかん、シェアしとこシェアでツイッターつぶやく、あー見て、よし、オッケー。ほうちゃんドラム継続してる、してるよ、続いてる続いてる、ドラム続いてるよ、ちょっとそうね続いていますよはい、そうなんかねドラムとかはね、もうなんて言うんだろう、追い込まれたらやるタイプだから私そう追い込まれないやつやらないんだよ何もかも本当に。そうだからねそうそう、そんな感じですだから結構今ねピンチだからね頑張ってる。そうピンチにならないとさやらないんだよ、ね、よくないよねこういうのそうだから宿題とかはねピンチにならないとねやりませんって感じなんですけど、ちょっとはい頑張ります告知もなかったから配信にびっくりしましたって、あ本当、そうかそうかそうか、でも告知しないけどねいつも配信するの告知しないけどね、うんこんばんはこんばんはこんばんは、そうそう配信をねするときにね、前までは告知するようにしてたんだけど、告知してるとさあれなんだよ、なんだろうな、なんていうの、この時に始めますって言ってるんだけど、日本語忘れたわそこのこの時に配信しますって言っててもなんかギュギュできなかったりするじゃないですか。そうそうそう、そういう時にすごく待たせたったりとかしたらすごい申し訳ないと思うから、そう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 、だから言わないようにしてるもうね日本語がやばいマジで初見です、あーありがとうございます、ありがとうい半分は終わった、課題半分終わってない終わってない、やってないってか
終わってないです、一個終わってない、てか手さえもつけてない、やばいよなちょっと。あそんな感じですね、すっごい音楽流れてんだけど。あもうすっごい。はあ、うん、そうですね、まあそんな感じでね、はい、四季ほのかはアヤカーニバルで知りました、ありがとうございます、わあ嬉しい、アヤカーニバルは、あ、おい、あ佐々木さんの、佐々木さんの自分の名前言うみたいな時あーありがとうございます、え嬉しい、やったはい、仕事いつまで、そうだね、仕事じゃない宿題だわそうだね、ん？そうだね、だけど自分のところは別に多いとこじゃないから、そうそう宿題がね多い学校じゃないからいいんだけどね、うん、うん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 、アーリーに佐々木っていうなって言われちゃうそれな、なんかすごいそこはね、なんて言えばいいの、アーリンさんですっごいね、一緒、気持ちそう、気持ち一緒、まじ、あの佐々木って言われるのね、嫌なんだよね、そう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 なんか佐々木って言われるとさ、そう、別にいいんだよ、いいんだけど、いや、よくない、いいんだけど、いい気しないんだよね、佐々木って言われると。わかる？佐々木ってさ、これ、いい気しないんだよ。佐々木さんならまだわかるけどさ、佐々木って言われると、なんかね、そう、なんか、気分悪くなっちゃうから。そう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 。もう、こういう、激しいからね。そうそう、はってなっちゃうからすぐあって感じですけども、ほうちゃんのこと佐々木って言うなって次のあやカーニバルで歌おうって、あーえいいなら歌いたいそう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 、はあ、怒られてる時に言われるとかなんだろうね、でもなんか怒られてる、まあ怒られてる時に、なんだろう、わかんない、わかんないけどな、佐々木って言われるとおいってなっちゃう、まあいいんだけどね別にそうそう、呼びたきゃ全然呼んでくださいって感じなんだけどね、名前呼ばれないよりかはマシなんで、おいそこの君とか言われる人嫌なんでねはい、そう、そんな感じですけどもね、久しぶりにほうちゃんの歯聞いたって、歯、あ、歯ってことか歯、あのね、悪ふざけではよく言う歯って言わないか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 もしれない、うん、はい、名字呼び捨てはきっとみんないい気するでしょ、そう、それなしないんだよ、そういい気はねしないからね、ちょっとほうちゃんは佐々木って呼んでどつかれたいって、いやどつかれたいっていうよりも、もう嫌いになっちゃうかな嫌いになっちゃうというか、おう、うん、なっちゃうよねちょっとあおい、確かにでしょ、そうそうそう、まあ確かにそう、おいとかてめえとか言われるよりかも、その名前を呼んでくださいって感じなんですけどね、ちょっとそうやったらそう、まだほのかの方がいいなそうしたらまだほのかの方がいいそうでもね、ちっちゃい頃本当にほのかって名前が嫌いで、なんか可愛くないと思ってたの、
もうほのまでは可愛いのにカーみたいなほのカーみたいなそう感じだったんだけど、なんか今思えばそうで、なんかほのかでよかったなって思うことが多いかな。ね、可愛くないほのかって、そう可愛いけど可愛すぎないじゃん。そうそうそう、なんかふわふわしすぎてない感が、なんだろう、こうほーちゃんってさギャップ好きだからさ、そう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 、可愛いけどちょっとねキレがちゃんとあるっていうね。そうなんか自分なんかそっくりだなって思った。名前の感じがやっぱり自分をね悪するんだなっていうねそうそう、嫌われたら泣いちゃう、ごめんよって、あー違うしよ、大丈夫大丈夫大丈夫呼ばなきゃいいことだから、呼ばなきゃ嫌わないからはい、そうですね、はい、いい名前やんって。そうだからね、今はね、そうそう、逆になんかほのかとかでよかったなと思った。なんかどなんていうんだろう、カレンって結構さキリッてしてる感じじゃん、名前的に。そう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 、でもさカレンって感じでもないじゃん。あカレンって感じでも言われたらわかるか、カレンって、あ確かに私さなんかよくあるさ、なんだろう、ちょっと知ってる人の名前じゃない方がいいもんね。なんかふわふわしてるようなさ名前だったりするとするじゃん、あのまたなんかね言うとするじゃん。でそれもさなんかちょっと違うしさみたいな、そう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 まあそんな感じでね、まあ最終的にはほのかでよかったって感じなんですけど、ひらがなの名前は柔らかくていい感じよ。そうだからね、なんかひらがなでよかったなと思う。だって習字の時とかさ、マジ漢字とかあったらさ潰れるけんと思うよマジでほのかでさ、もうたまにさほのかでもさ潰れるのにさ漢字になった途端よマジで、なんかそうふんころがしそこに乗るんかみたいな、そう感じになっちゃうから、そう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 、ひらがなでねほのかでよかった。あのねほのかはねちょ丸が多いからね、習字の時ちょっと疲れるけどな、でも慣れた、そうそうもう慣れたけどね、うんそう文字数と、あと佐々木もさめっちゃ書きやすいから、そこはとてつもなく親に感謝ですねはーいって感じなんですけどね、でそろそろ時間が来ました今日は何、名前の話かな、うんはい、名前の話だね今日はとりあえず皆さんね、私のことは佐々木と呼ばないようにお気をつけまし、おこおこ、はい、もうね佐々木以外だったらねもう何でもいいよ、もうほのかでもほのでもかでもいいし、ほうでもいいし、まあほうちゃんが嬉しいねそう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 ですけども、はい、あ佐々木様はとてつもなくいい気分がするから、あサマついたらよサマ、唯一呼んでいい佐々木はサマがついてたらいいよ、うん佐々木ダメ、佐々木さんもちょっとダメ、佐々木さんも OK やだわー、こんなアイドルやだわはい、ということでね、まあ、サマがついてたらね いいよねって感じ話だよはい、ということでね皆さんね、本日もね配信を見てくださってありがとうございました。ほのほの、あほのほのはいいよ、ほのほのはね、ほの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 ってなんか長いねでもね、うちね中学校の子ほのって言われたんだよね、くまもみたいな、著作権かかるみたいな、はい、ってことでね皆さん、本日の配信見てくださってありがとうございました。佐々木様おやすみおやすみなさいいい夢を見るだよはい、ということでね皆さん、また明日、明日は何もないか、とりあえず皆さんね明日も一日一緒に頑張りましょう、はい、ということで以上ポップガールズ角に来た佐々木ほのかでした。バイチャー、バイバーイ、バイチャー、ありがとう、今来たばっか、ごめんねありがとう、おやすみみんな、バイバイ、バイちゃん、またねー、バイバイ。